後藤くんじゃない？だってこれあれだ、大金してきてる気がする。誰かデリカンを持っていますだっていないもん今3人おランクだったぞ、3人。待って、じゃあ俺も退勤するか、普通に。ありだな。うん、まあ普通にな、インパウンド依頼とか、その、1人増えた瞬間に。な。まあ仕事があったらもうそっから。20から30あるわけ。まあガチで困ったら電話ください。うん。ガチやつ。よし、スミは飲み終わったし。じゃあ1カストゼロ。でもジェリカンの闇が1個あって、1万円をストゼロ一気マジで一気したら本当に死ぬマジでそう、美味しいなお酒。え、そうだよ、どう、多分俺さ、でも俺お酒飲むと眠くなるんだよね。多分変わらないんじゃないですか、ね、あ、そう、地形のタイプね。全部一緒だった。そうだからね、あ、そうなんや。今日いつまで起きていられるかなっていう不安はあるよ。リチギに全部入れてるんだ俺がまあでもな、エスタークいつもいるからな。そうなんだよね、一応もう早番とか、うん、17時からね、24時ぐらいまでは平日はいるからね。体調には気をつけな、本当に。いやいや、でも少女も結構いるだろう。いや、僕は結構、あれよ、8時ぐらいに一旦退勤するよ。あー、でも言われてみれば、うん、そっか。そう、5時、8時で。うんうんうん。ミコさんの方がいるんじゃないの。いや、ミコだ、やばいよ。大学生なめんな。大学生強いな。お前、若いもんな。俺29だからな。いや、いや、魂はあれだけど、まあ、魂はあれだけど、魂はあの金欠大学生だけど、じゃあ同じじゃん。同じだね、うん、いいな。でもそのぐらいが一番楽しいかもな。なあ、時期が。いやでも終わったよ、四角いモニターの前で過ごす毎日はもう終わってるよ。わかる。みんなやってるだろ、合コンとか。いや別に、いや、大学生やってないじゃない、そんな。やってないの。でも最初の3年、2年半くらいか。ちょっと待って待って待って、すっげえ俺のこといじってる、みんな無線で。ちょっと待って、おい、いるって、なんだ。警察と飲んでるって。ちょっと今、クイズが来ててさ、うん、エスタークの好きな人は誰？ちょっとこれ時間制限あるからすぐ答えてね。ダルすぎまして。2オルカ、3オルカ、4オルカ、ちょっとこれ取れ。お前くたばれ。オルカだよ。今ちょっと警察飲み会してるから、今ちょっと一旦、じゃあ、あんま答えれんわ。じゃあちょっと答え決まりました。じゃあ今警察飲み会してる。のことなんか忘れるべきじゃないです。ジャムネ。確かに今日は切るべきじゃねえか。ダル。残念。ああ。な。なんかさ、無線で俺のこといじりまくってんだけど、みんながなんでなんでなんか、エスタークの好きな人は誰でしょう。1オルカ、2オルカ、3オルカとか言って3のジャムネ正解とか言って、なんかクソ煽られてたわとんでもねえな、うん、まだ仲いいんだ。みんな仲いいよ、俺にはめっちゃ喉熱くなってきたちょっと早っペース早くない？じゃあペースが早いんだよ俺。俺と同じタイプだな。でも俺より強いからまたマシな感じ。そうやね。え、ミコださ、うん、ちなみにだけどちゃんと行ってる？よ、あの授業。あ、大学？うん、行ってるよ俺。偉いね。え、待って、ちゃんと行ってる。あの17時5時なの。でも俺4年生だからさ、ほぼないんだよね。あれ同じやね。あ、文系だろお前絶対。理だぞ。え、理系？な、卒論だけ、卒論研究か、研究だけ、うんうんうん、死ぬ気で書いて今9割終わらせる。え、あとパワポで資料まとめたら終わりだから。まだ。え、待って、え、理系なの？うん。え、理系って結構さ忙しくない？ちなみに。いや、そんなないよ。え、マジ？俺、うん、くっそ忙しいけど。なんかね、今紙に1個いろいろまとめて今度パワポ作んねがダメだよ。あー、パワポマジだるいよな。そう、きついんだよなマジで。俺普通にめちゃめちゃ雑に作るときあるからな。え、ちなみにさ、あの発表会とかある？週1に。あるあるある。うわー、きついよなあれ。いや、なんかズームになったんだよね。あ、ズームになったんだ。だからね、教授がね、うんうんうん、特定されねえ？されねえか。本棚から本落として、うん、足に本を大量に落として歩けなくなったの、オンラインでやりますって来てたそんなことありえるんだそう、もうサボりたいだけじゃないって思うぐらいのそれ適当すぎん。それほんとサボね、サボりたいんじゃねそれ普通に。なので何時何分にズームの URL 入ってくる。はいみたいな。え、で最近ズームなの基本？
ズームの発表してこれだ今週。うわーマジか、ズームいいな、行かなきゃダメなんだな毎日。毎日ね。ええさ、じゃあさ、その毎日行きましょうとかもないの？まああるっちゃあるけど、まあ基本ないな。もう、あ、もうねえんだ、いいな、うん、それ。だから5時5時できるし、まあたまにその行かなきゃいけない日あるから、まあ発表のとこで行かんとダメよな。うん、まあ行くけど、まあでも別に5時前に帰ってこれないことはまあ基本ないかな。もうさ、発表することなくない？正直もうない、もうない、ないよな、ないけど、なんかさ、ひねり出してさ、なんか最近こんなことしてますみたいなさ。俺チャット GPT とプログラム書いてるよ。マジでそれぐらいしかない、本当に。本当に本当にマジで俺もなんかわかるそれ、うん、最近ね、なんかこれなんですよね、どうすかねみたいな、なんか雑談みたいなこと話じゃなくてさ。なんか若者の話しとる。いやいやいや、勤務切った方がいいぞ。何の話？そう、いや、その教授の話で。教授の話。そう、もう俺別に真面目ではないから、マジで発表資料チャット GPT と合わせてるね。うん、いや、やってることすごいな本当に。チャット GPT クッソ便利だからね本当に。うん、まあそうよね、就活に。就活に使った、研究内容使う、使う、私の強みは使うんですよ。学知科、学知科、学知科の分でめちゃくちゃ助かる。ちゃんと GPT は最近の若者すごいな本当に。え、少女最近何してんだ？僕何してるってどういうこと？いや、あれよ、なんか最近あったエピソードなんかないかな。最近あった、あーエピソード、あー昨日同窓会に行ったんだけど、あ、同窓会、ハゲてたよ。うん、ハゲてた、ハゲてた、あー、ハゲてたよ。ガチの、うん、スキンヘッド、前が、前髪が交代してたよ。え、あ、なくなった？そうだよ。え、いくつで？30で。そうだよ。え、でもさ、なんかさ、30でハゲるんだよ。20代前半のさ、人でもさ、来る人来てるからな、あ、来てるこの人ってわかるからな、後ろから見たりすると。あ、確かにね。ね、いやまあ、毛量がな。でもね、そうそうそう、俺遺伝的にハゲる。遺伝的にハゲる家系なんだ。あの父親方の祖父はハゲてないけど、うん、母方の祖父がハゲてんのよ。もうマジツルツルテッカテカなの。え、祖父だったらまあハゲてもしゃあなくないって思うけどね。お父さんでハゲてたら結構。あ、父親は大丈夫。大丈夫、じゃあまだまだじゃない、まだ。でもどうせハゲたら、でもね、俺髪めっちゃ細ったりするよ。細いの？猫っけ？ああ、猫っけか。だからまあどうせハゲるなら今の年たまも髪染めて白くってる。白今白なの？うん、いや俺も白したけどさ、白似合わんのよねマジで。あ、もうほんと似合う似合わないあるからな。じゃあその髪型と同じなんだ。あと、あのよくこっちに合わせたって言われるけど、うん、あっちにこっち、なんか日本むずいな、まあ、こっちの世界が向こうに合わせてる。なるほどね。まあそれ言ったら僕もこんな感じだよ。俺は、うん、どうだろう、俺は違うな。ないだろ、俺はないね。さすがにないだろ。どっちかって言ったら見事かもしれない髪型は。ああ、そんな感じなんだ。うん、おしゃれじゃん髪型今マジでこんな感じで、なんならね、完全再現まで、あのヘアバンド101匹ワンちゃんのやつ使ってるから、耳も生えてる。かわいいな。セット大変なんだよなこういう髪型な。てかね、やばい、あのワックスついすぎて、ちょっとつけたつもりでもめちゃめちゃ。そう、なるほどね。いいじゃん、もう髪の毛伸ばして僕みたいにくくればいいのに。最近そういう人多いからね。便利だぞ、くくるのめっちゃ便利だぞ本当に。そう、最近そういう人多いんだよね今。罪の符開けてる。ね、お前早い、ダメだよお前、早すぎる。ミコタくんダメだ、ミコタくんに罪の符はちょっと強すぎる。お前昨日ほろ酔いで気持ち悪くなってたじゃん。お前やめろ、お前誰だ。待って、今だけはおるか、お前のこと指紋確認するぞ。ミコタくん、罪の符はほろ酔いの3倍ぐらいの。誰だお前、言え自分で。誰だと思う、言ってみろ。分かんない誰か。分かんないってやつだ。こんな知り合いない、おるかに。そうだろう。うん、お前誰なんだ。俺はダークエスターク。エスタークです。エスターク、おはよう。おはよう。なんでそんな格好してんだ、珍妙な。この格好で来ちゃった、何も考えずに。場所あるぞ、警察に。何？警察に着替えるとこあるぞ。
ちょっと着替えさせてくれ、着替えさせてくれ。普通に着替えバッグあげるよ。結構ちょっと飲んじゃったから、ちょっと。はぁ、飲んでくれに相談飲んでんだから。俺もそうだ、今、人様をあげてるから。バンドの集まりかよ、ここは。こっち来い、スタッフ。僕は飲んでないですけど。着替え場所あるぞ、普通に。すまんね。はい、行ってください。登れないよ。変なもの持ってないよな。変な、あのね、自習してました。あ、了解。飲み会のために、うん、飲み会のためにってこと。飲み会のために1100万円使ってきてんだ、この場所に。わー、じゃあもういっぱい飲もう。お前酒強いのか。俺酒とストゼロ飲んでるからな。あー、お前オルカと一緒じゃん。マジか。オルカあれがいい、あの赤いやつ。赤いやつってなんだ。オルカの作ったやつ。オルカの作ったやつ。お前酔っ払ってる。酔っ払ってないよ。酔っ払ったことが一回も。待って、なんでこの格好してんだ俺。もう酔っ払ってんだろ、それは。違う、ちょっと待って。どれか確認してくれ、ちょっとわかんない。違う、あれ、え、わかんないのか、俺が作ったやつだよ。どれだったら当たりだ、これ。ストップって言ってくれ。赤いやつ。赤いやつ。ま、え、は、アジオ、アジオなる出てきた。どれが正解だ、これ。赤いやつだよ、だから。赤いやつが、あ、しょうがないなぁ。ごめんなさい。はい、行こう。はい、行ってきます。うん。よし。え、お前いつ飲んで、いつから飲んでる？え、15分ぐらい前から。あ、どんぐらい飲んだそれで。隅の歩1本と今ストゼロ半分ぐらいだ。バカじゃないの？ロングの。おい、こいつバカだよ。俺人にバカって言うときはな。うん、何？よくない。むずいなそれ、どういうことそれ。よくないって。こいつ15分でさ、隅の歩1本とストゼロ半分飲んでるって言ってるぞ。まあ、バカだろ。そんぐらい飲むじゃん。オルカはいいんで。オルカさん強いんすか。オルカ酒好き。オルカ、オルカはすぐ酔うだろ絶対。オルカ衛生中一生酒飲んでるぞ。マジ？待って、マジ？知らない。そうだぞ。そうなんだ。オリーは楽しいか。オリーは楽しいね。やっぱみんなが好きだよ。よかった、それなら。でもハブられてんでしょ。やめろって。ハブられてんだ。なんかね、やっぱね、いいね。みんながこう絶対助けに行くみたいなところはね。うん。あ、なるほど。俺にはそっち派か。夢の。そうだね。どうしといた。あ、仲間を絶対助けるってことか。仲間を絶対第一優先って感じで、やっぱり俺に会ってて好きだなって思った、ね。なるほどな。なるほどね。でもお前昨日シメデハの時に話し、あれ本当クソだよあいつ。本当の焼きタコナスミ。うん。話した上誰も助けに来なかったからな。本当終わってるよあれマジで。あれ焼きたこなす。なあ、女あいつしかいないだろ、女ずっとデートしてる。入れようか。そんなさ、マジで漫画みたいな夕方。なんだ、だから難しいな、今のは。今の一番難しかったわ。いろんな声混じってるって。そう。やばい、笑うタイプや、こいつのもと。笑い上手だ。ごちそうさまでした。いや、ギャップ燃えすぎんか。いやいやいや。ご飯食べてる、夜ご飯食べてないのに酒飲んだから終わってるわ。終わってんな、それは。よくなかった。でもね、どうせ今日多分チルタイムだろ、これ。わかるんだ。今日チルだなって、起きて1時間ぐらい思った。でも今日チルだなって思った日にパシフィック起きたりすんだよ。でもね、火事の起きたり。正直さ、9時ぐらいから増えない、警察みんな。いや、そうだね、9時じゃ増えねえぞ。10時。9時って5人だったぞ、昨日。でもそもそも警察のだって今総数が普通に少ないから5人はいる方だ。正直言って昨日さ、あの6人とかだったね、11時ぐらいで。あのね、客船に4ギャング来てたからね。マジで。みんなやりたい。マジでみんなやりたいけどね。そういう時間帯が多いからね。だって、もう今この町にそもそもいる警官がな、何人だろうな、少ないよな。だ8人は多分結構出勤してる方だと。みんな18人とかいたところが信じられないもんな。うん、だって10人以上今寝てるからな。でもこの町昔とかはさ、これが普通だったからな。え、言って、まあな、言ってた。客船がなんか月1のイベントとか言ってたな。ウキウキで向かってたみたいな。うん、でも初めてなんかほとんど対応したことなかったから、どうしたらいいか分かんないとか言ってたの。破壊されるっていうね。コンビニでヘイスト、コンビニヘイストコンビニヘイストそんな時代あったんだ。
コンビニに5人とかギャングがいて撃ち殺されるあ、そういうことだよな。でも宝石店とかだから多分ちょうど良かったんだろうな、大型的な感じで。うん、昔はね、やっぱりその警察から銃取るやつたちでもいたからね。そうやってね。あ、なるほどね。いろいろ街は変わっていくからね。あ、良き街になってる。もう1年ぐらいこの街いるもんね。うん、1年以上。すごいな。そうなのか、すごいな。そうだよ。でも俺ももう70日いるん。僕ね。70? 確かに。もう70。早いな、それは。なんかもっと、もっと前からいる感じあるけどな。あ、俺？うん。マジか。まだ。ごめん。まだな、新人の顔してたいんだけど。もう無理だよ、それは。新人じゃないよ。さすがに入ってきすぎたよ、その後。そうなんだよ。クソ。地上にミコがいたら、警戒するもん。ありがたい話やね。そうよな。うん。オルガもヘリうまいし、オルガはヘリ下手だよ。庄司に前やられたしな。庄司はうまい。え、なんかあったっけ。うん、やばい、ナローケだ。味と前のオレンジのやつ。え、なんかあったっけ。俺何かやっちゃいました。俺またなんかやっちゃいました。エスタークをダウンさせただけだろ。まあ俺は強いから。俺がナンバーワンだけど、うん、いいのかお前モンディ差し置いて。そんなじゃあそれは言ってまずいか。おーと、そうだよな、それ言ったまずいな。ナンバー2か一旦。犯罪する側はさ、その一回一回じゃん、客船が。うん、だからまだわかるけど、覚えてん。俺らってさ、一日同じ大型を何回かやる。変なオレンジのやつなの、めちゃめちゃ混ざるんだよな。どれみたいな、うん、どの時のやつみたいな。そうそう、わかんなくなっちゃう。大変だろうな、警察もな。一日に何回も打ち合いとかしてきゃダメだからな、犯罪者捕まるためにな。しかも大型序盤でダウンするともう30分一人で孤独に耐える時間。パシフィックとかユニオンとかそうやな。収束するまで終わんない。ん？先に死んじゃったりすると。ああでもあれ結構おるか、待ってる時間好きだけどな。頑張れーって言いながら。無線機で何も味方のためにできない時間悔しいよ俺は。ああなるほどな。あではこの間のあれめっちゃかっこよかったっすよ。オルガパイセンのあの屋上の奴らのヘイト買って僕らが侵入したあれっす。ありがとう。困っちまうところもある。もうな、ほんまにベロベロだな。大丈夫だ。なんだ。なんだ。なんだ。ミコだ。なんだ。あれだ。あれ忘れた。俺が対応する。ミコだの命は助かるんでしょうか。これから現場蘇生。ミコだの命は助かりますか。大丈夫だ。落ち着け。離れるんだ。まあまあまあ。ミコだ。まだ生きるんだ、ミコだ。あ、大丈夫だ。ガサッてくれ。あ、もう人が倒れてないから笑っちゃダメだ。死なないでくれ、ミコだ。大丈夫だ。俺が生かす。大丈夫か。脱水症状で。飯はちゃんと食えって。お前飯も飲み物も食うの忘れちゃった。水も飲め、本当に。お前、なんでお前はご飯食べる。基本を忘れるな。ご飯。じゃあお酒飲むときにご飯も食べないんだ、お前は。お前だ、誰か水くんない？ちゃんとか、あ、もういいよ。水はー水か、あるぞ、水いっぱい。血だまりできてるけど。あ、これなんか渡せなくなってる。待てよ、なんだこれは。チェイサーが。チェイス。チェイサーがなかった。見たことない血だまりできてる。チェイスか。赤ワインぶちまきたみたいになってるよ。すごいよ、いや、とんでもないな、これ。ケツ。メゴだ、ほら、水だ、これ、水やるよ。これは酒やね。酒か。ありがとう。スタート、お前にも水やろう。ありがとう。嫌な位置にあるな、これ。水だ、お前、ほら。な、飲め、これ、水。ああ、よいしょ。やばい、やばい。酔っ払いの日だったけど。大丈夫。ああ、部屋だけ、部屋じゃねえや。チェイサー。チェイサーですから。何を言ってんだ。生まれつき。さあジョーカー頑張れよ。チェイサーか。今から独壇場だ、ジョーカーの。オルカー、置いて帰らないでくれ。いてくれ一緒に。これなんで俺つまってないんだ。オルカー、行くな。俺まだちなみに。オルカー、卑怯者。オルカー。卑怯だぞ。行くね。お大事にな。ありがとう、影丸さん。ああ、お大事に。なんで行くんですか。行くの、ちょっと待って待って待って。影丸行くんじゃない。置いて帰らないで。食い取り3人でちょっと楽しんでくれよ。行かないでくれ。いや俺お前らのことあんま知らんし。いやいやいや、ここで知るんじゃない。ここで知るんじゃない。自己紹介する、自己紹介みんな。俺たちは長いだろ。
あ、お前だけな、お前は知ってるよ、昔、1年前からいるから、昔バゲモンだったからな、ミトだよ、俺何時間かんだ、うん、バゲモンだったんだ、所長拉致ってたからな、あ、覚えてるか、あったな、所長一人で拉致ってた時、あー、あったよ、見た目もなんかそんなシュッとしてなかったしな、なんか、これはね、オルカに選んでもらったから、あ、そう、警察と犯罪者ってそんな感じなんだ、今、受けたの、いいんだ、それ、うん、これを、ね、締めたりされてなかったらな、自首した、ちゃんと、来る前に。そう、あ、今日もなさりできてるのかな、自首してくれたら飲み会やろうぜ、なるほど、犯罪者酒のために自首してきてんだね、酒のためにちゃんと来た、おとなしく、そうかそうか、やばい、何受けてるんだおーい、おで言ったやん、マジで何してんだ、めんどくせつけろめねんなお前もかよ、なんで出してんだおめお前もかよ、お前酔っ払いだろ、お前酔って水やったろ、ちょっとお前最悪な位置で本物だよ、入れねえ、ちょっと全部巫女だよに座れるんだ、ちょっと座れ、やばいやばいやばい、トイレみたいになってる、お前名前トイレなんだ、トイレなんだ、トイレ行くつもりでトイレにしてたからトイレのままなんだ俺、名前最悪、うん、ちょっと待って、チューニングすな、声のチューニングすな、なんで声のチューニングしてんだ、地声なんじゃないのか、地声だけど、そうだよな、あ、気にしないでくれ、あーやばい、心拍数上がって体が揺れるぐらいバクバクしてる、いやー今だいぶくらくらしてる、でもさささずつつ足りない、な、なになになになんて、ミコダさん、アンブレラなら誰呼びたい、オルカ伊達崎だったんだけどいなかったんだよ、あー、アンブレラか、伊達崎がおもろいだろ、アンブレラかってなってるぞ、あとはアンブレラな、まあなんか5人、6人、7人持ってるけど連絡先誰持ってる、 S さん、アレン、ナス、ナツメ、タンク、アリサカ、レリア、ちょっと難しい人選だな、それは、ウェッサン、ウェッサン呼ぶ、ウェッサン今寝てるだろ、あいつそこはやっぱ分かるんだ、みんな俺寂しいよ、ボス、昨日いたよ、いや、いるけど、昨日署に遊びに来てくれた、あいつ、いるけど今電話かけたら出ない、出なかったわ、あー、出なかったか、いるけどさ、やっぱりさ、一緒になんかしたいじゃん、オルカ、何ミゲスとね、うん、ハイライトとユチャ来るって、うん、よし、ハイライト指名手配だろ、え、もうなんかあいつ捕まえていいぞ、もう自首させ、自首しないと来れないぞ、でも S はちゃんと、そうだよ、ここはちゃんと1100万自首したからだ、俺切らないと来れないぞ、大丈夫か、あ、来たわ、開けてくる、お、屋上かも、屋上かも、屋上、了解、うん、ちょっと伝えてくれよ、ちゃんとハイライトに、俺はね、はい、うん、まずここで約束が、ね、約束があります、どうした？めっちゃ買ったって思うね。お前ほんまに誰だってくらい酔ってる。誰だよ。大丈夫、まだギリギリ出てきてないから心は。ギリ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 アウトだな。ギリギリ出てきてないからまだ。俺でもまだ理性は残ってるぞ。まだ俺もギリギリ保ってるよな。ちなみにジョーカーわかるよな。まだ俺は保れ。ロレツ回ってないけどな。もうだいぶ一旦まずいけどな。ジョーカーでも俺はまだ保ててるような、わかるよ。まあまあまあわかるわかるわかる。お前はわかるよな。俺はわかる。うん。お前ら二人とも衛星つけてんだよな、大丈夫だよ、つけてるぜ、めっちゃ衛星ちょうど、ベロベロ二人が衛星ついてる、気つけろな、いろいろ、俺衛星以外だから別にいいけど、オルカは衛星ついてて酒飲んでるけど大丈夫、こいつらじゃない、俺も全然酔っ払ってないけど、大丈夫かよ、大丈夫だよ、大丈夫よ、任せて、本当に大丈夫だって言って、酒は飲むギリやな、酒はあるか、酒買ってこよっかな、ちょっと持ってきます、ミッコだ、なんだ足りるのかスミノフスミノフ一瓶で、あ、足りるぜ、全然もう今限界ではあるぞ、結構スミノフ一瓶に限界なのか、お前、あ、今いただきます、切ったハンバーガーとな、あの、うん、スミノフが喉まで来てる、喉まで来てるぞ、ダメ、喉まで、ダメだよ、そういうところやっていいんだよね、あ、今お茶飲んでね、薄めてる結構来てるっすね買いに行こうぜ、足りないだろ、ちょ、もう、ストゼロが足りない
いやいや足りてる足りないよ足りてる足りてるどうするこの後着戦来たら度数 9% だから一応お前足りてるぞろだいぶ高いぞ大丈夫これ全然大丈夫コンビニの筋肉してくれコンビニの筋肉うん何年ぶりとか言ってたよさっき言ってた2年ぶりに飲むだいぶ危ない大丈夫かえ、あの、もともとめちゃくちゃ強いから多分大丈夫。あ、うん、何言ってるか分かんないけど、一人目の時、二年ぶりにショットしたけど、全然いけたから多分大丈夫。じゃあ大丈夫か。大丈夫か。ショットってなんだ、うん、ショットガンか。お前ダメだ、だいぶ行ってない一旦コンビニの筋肉してきます。コンビニ了解。S はね、まだ耐えてはいる、これ。まだ。大丈夫。そうなんだ。まだギリギリだけど、もうこれ以上行くと多分危ないかも、こいつ、ちょっと。大丈夫。これ全然危ないな。強いな。もう危ない、あ、もうマジ危ないと思ったら、お前衛星切れよ、マジで。うん、クラッシャーするぞ、お前、ワンちゃん。気ぃつけろ、ほんとに。ほんとに。わかったか、ミコだ。お前も気をつけるんだ。おめえが一名やべえよ。ミコダさんとエスタークさんが衛星ついてんの。うん。なるほど、了解。え、他3人もついてるんだ。俺はついてる。俺つけてなくてプラプラしてたらここ連れてこられた助けて助かるわけないだろうなんだこのアイリス嫌だしなんだ最近のなんかオールイン事情とか聞いとくじゃん、うん、オールイン事情オールイン事情みんなあったかいねマジで仲間仲間がね大事だから、ね、中身ね中身なんてあるわけないだろこの会話になんてことを言うんですか終わっ本当にそれで終わりだ警察事情は警察事情は警察事情うんねえなミコだあるだろミコだが警察でもちょっと今日少なすぎないやってるぐらいだろじゃあだからもともとミコだと庄司がいたんだけど酒飲むために退勤してたからああ、うん、どうだちょっと俺なんか長期戦ないそうだからコンビニ筋肉してくるわ、うん、買ってくるねいっぱい分かったうん5本ぐらい買ってくるわ俺もね買ってこないと、ね、足りないお前はもういいってえさあお前買ってきてもいいけどお前倒れるねそこまだ8時だよ大丈夫まだ8時だ俺頑張んないとまだヘビだからこれ3時だよこんなんだ今日はこいつ買い物にならないんだなあやだ使い物なんねえなこいつら俺はヘビだヘリになっちゃったもんだってヘリなんだ違うヘリになっちゃった俺はヘリだおヘリなんだじゃあヘリになっちゃったかなうんヘリしないとヘリしないヘリしないぞみんなヘリコプターになりたいむずどうにかしてやれこいつむずちょっとヘリコプターのじゃああのヘリコプターの真似できるやりたいんでしょおい意外とでもうまい意外といける酔ってないとそのクオリティで世に出せないよ普通めちゃくちゃ酔ってるエスターフ結構モノマネうまいんだけどなマクドナルドのマネとかあやってみてくれよああさあみんなで遊びましょう大丈夫か大丈夫か大丈夫だごめんごめん命削りすぎだろいやモノマネだったらなやっぱゴンがいたらな共演してほしかったなてかハンは何やってんだハンはどうせね気合い入れてね、うん、あのちゃんと酒用意してるよあいつそうなのかお前は来ないのかそういうやつだよあいつはあのガチで酔ったら社長怖いんだよなって言ってたから多分ガチでなんかちゃんとしたの用意してきてるわいつ元気かみこだいやー吐きそうえ S はこいつおかわりしに行った、ね、おかわりし買いに行ったからもうこいつにこいつ酒飲ましたらダメだよって言っといたちなみにその隣にいるジョーカーは長丁場になりそうだからコンビニの筋肉行ってもうすっかりここに住み着くつもりで今日はこういう会にしよう今日はもうこれな来てるもん変えよ今日は居酒屋 SDPG これが大型みたいなところある変えようゆちゃんもな買いに行った多分のお酒ゆちゃさん2年ぶりに飲むって言ってたえ大丈夫かゆちゃメロディ買いに行ってんのかこれ喋んねえと思って、うん、買いに行ってる、うん、いやいただきます立って飲むのか
俺にもう一人ぐらい読もうぜ。これ俺はちょっとしばらくあれだわ。あの1件目の、うん、あのあれなんだっけ、あのハブの気持ちでいこう。ハブの気持ちか。どうにもこれどうみたいな。ハブの筋肉。これハブの筋肉。ハブの筋肉。アンジュは何が良くない？エスタークさん誰が一番お元気好き？離れてんだよな。まあ買い物行ってるからいないよ。あ、そうか。酔っ払ってるよ、おるか。いや違う、忘れた、ちょっと。オールインで誰が一番好きってどんな会話？こいつ出ねえのは出ねえ。で、アンジョなる？いや、アンジョなるにしよう。あいつがおもろいよ。そうか、真帆ちゃんと幼馴染だったら。よかった。誰が？よかったんか。ニコだ。え、そうなんだ。うん、らしいよ。へ、え、ぇー。で、まあおるか、ここ多分禁煙だけどタバコ吸うね。わかった。今だけな。じゃあ俺もタバコ吸おう。じゃあ俺もな。タバコ吸わないとな、酒なんか飲めねえよな。電話出てくれない。なんか準備してんのかな、もしかして。オルカしかいないから。もしもし。今暇か？何を準備するんだ、今から。エスタークはまだ帰ってこないの？今買い物行ったとこ。コンビニの筋肉行ってるから。あ、え、エスもコンビニか。忘年会呼ばれてねえな、何も。来れたら来るって。ああ、それ来ないやつだ。行けたら行くってやつだった。そうだけどな、あいつ。でも、詰めて配犯だから。そこだけがな、バッキング切らなきゃいけない。帰ってきた？今帰ってきたぞ。S、スマホ開いてよ。スマホ。昨日のやつか。なんだ？昨日。ああ。これ見て、これ見て、これ。分かったかも。一番いいタイミングだな、お前。飲み会やってるっぽいね。それあのミコにも送ってる、ミコにも。もしもし。いや今本所でお酒飲みしてるから来ない。いやもうなんか反応できてないやん。全然俺は何も思わんよ別に。そう、大丈夫そう。何だったんですか。全然思わんよ。あ、びっくりした。でかい。今聞こえる声がいるだろ。ミスタークの音圧強すぎ。俺はね、うん、どうした。今なんか女の声がした。女っていうのやめろ。お前の組織の女だよ。お前のとここの女や。いや、S だけだね。あとアイリス。はーい。何が起きてるんだよ、今帰ってきた。はーい。知るか。行けたら行くだ。あ、もう来ないやつ。あ、来ないやつや。1800万儲けだ。ただいま。おかえり。おかえり。お疲れな。ちょっと2巻、ロング巻だ。お前終わったよ、もうそれ。大丈夫。お前の方から聞こえた、今。終わりの音。S も若いからな。うん、若い子の酔っ払いおもろいな、ほんまに。いくつなの、二人とも。29ですけど。え ?29 って若いって言うの。でも、大学には行ってて、今、ミコだと同い年だ。難しい、難しい。どういうことですか。あ、魂と、あれ、あれ、寝癖。あ、寝癖っすよ。めちゃくちゃ寝癖すごいな。だいぶやばいな。ちゃんとしてるんだ、やめてくださいよ。ちゃんとジャージで寝癖できるのいいな。ちゃんとしてるんだ、やめてくださいよ。みんな起きてるか。買ってきたぞ。起きてるぞ。オッケー。5本買って1本目いくわ。あー、はい、乾杯。乾杯。でもさ、あ、間違えた。100年後が終わるとさ、こういう時間もなくなると思うからさ。やばい、今の、うん、確かに今日だけ、今日だけだ。2本目取ってきます。お前昨日もだよ。そう、昨日もなんだよな、ミコ。セブンで出た厚切りビーフジャーキーってつこめっちゃうまい。この3日間ぐらいチェイサーは甘いだよ。寂しいって言って病んで、酒飲んでで3日間終わってるから、こいつ。大丈夫か。いい感じにメンヘラの道を歩み始めている。寂しいよな、マジで。メンヘラと酒はマジで相性いいからな。どっこらせ、どっこらせ。止まんねえぜ、酒。寂しい、俺も寂しいよ。お前が寂しいんだよ。ああ、モンちゃんとかがね。ねえからね。みんなと行きたいからね。え、でも昨日モンちゃんいたよな。いるけど、やっぱね。家事として寝ちゃうからね、みんな。意外といるんだよね。まあ自立性ということなんちゃう。まあね、その間に頑張ってましたっていう姿を見せないと。そうで、結果これだからね、今警察の。それはそう。いないもん。まあでも俺たちじゃどうしようもできないからね、正直。このそれに関してはそうだな。うん、うん、うんうん、し
仕方ないんだよね、どうしようもないもんな。実際何オールインでもんちゃんが喜びそうなこと、仕事もんちゃんがいない間にできることって何なの。え、でもさ、スタッシュとかも今例えばフルカスタムの銃でいっぱいとかね。おはよう、おはよう、スタッシュにおいで。おはよう。姫様が一人増えたな。パチパチ、今日もいつも可愛いね、やっぱり。パチパチ可愛いよな。あの、元気な子っていいよね。いい。なんか元気出るよね。あれだよな、アドミンとかあれだよな、天真爛漫系が好きだよ。あ、ありがとう、助かるよ。難しくない、天真爛漫系。いや、オルカとか、あとバタジャとか、アゲコロちゃんとか。いや、まあ俺がそもそもあのマイナスエネルギーを発してるから、そのマイナスエネルギーとマイナスエネルギーでひ、なんだろう、隣にいるとなんかわかる、周りの空気もなんか湿ってくというか、なんというか。でもマイナスエネルギーとマイナスエネルギーは掛け合わせるとプラスになるぞ。いや、で掛け算だったらね、足し算だからさ。そっか、現実は足し算だ。相殺してくれるがプラスになってくんないと、ただ神経臭いだけで終わるんだよな。うちのお姉さんが来ますよ、今から。エスちゃんはどういう子が好きな。俺これ、ちょっと、俺はもう、なんかチラって聞いたけど、なんかエスタークオルカのこと好きなんじゃない。全然それここでぶっ込むか、お前。最低だな。全然じゃないけど、なんでのんでり、こいつ。全然なの、のんでりだ。全然見て違う。ごめんごめんごめん。オルカはどう思う。オルカのこと嫌いってことか。嫌いじゃない。オルカいいキャラ。エスタークお前男なんだろ、生きよめよ。いや、そういう飲みの席でするのやめた方がいい。いや、もう本当に行くの。成功するためしない。いや、ゆっくり聞かせてくれよ。あ、ミコダの話が聞きたい。ミコダの話を聞いてくれよ。さあ、その、やっぱ今ムナンジアールのとこに行ってるじゃん、みんなほとんど。うん。結構やっぱしんどい今、警察的には。業務的な意味で言ったら別に、うん、あ、なんとかはできるぞ。いや、まあその大型とかあるじゃん、いろいろ対応的にはどうなんか。やっぱ環境変わってるわけだからさ、だいぶ今。まあ、ちょっとその、ジョーカー下まで響いてるぞ、声が。大変だな。あ、ごめんよ。大丈夫。けど。おはよう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 ね。俺は寂しい。朝戻りました。何の話してるの？俺は寂しい。最近のね、出ますよ。なんかこれ、なんか端っこに座るとみんなの声が聞こえなくて、そうなんか寂しいんだよな、ここ。そうなよね、そうなよね。じゃあもう、もう目の前でさ、みんなで体操座りしようよ。スーパーシャウトにしてもいいけどね。スーパーシャウトだって外にも聞こえるだろ。スーパーシャウト喋ってた今も。体操座りしよう。でもミコダも寂しいでしょ、正直。それはね、俺も寂しいもん、正直。兄貴に最近会えてないし。一回会ったけど。うんうん、でもたまに顔見せてくれるからな。たまに顔見せてくれるけどね、やっぱり一緒に。あ、カナカナのこと兄貴って呼んでんのか。そうだね。うんうん、了解、ありがとう。来てくれるだけいいじゃないか。なんか爆散したぞ。うん、なんか会えなくなっちゃったの。100年後の扉が開いてるからね、今ね。ああ、なるほど。100年後の扉が開かれた。よいしょ。まあ仕方ないよね、こればっかしは。あと10日ぐらいだからな。そう、一生の別れじゃないんだから。うん、なんか、なんならな、モンディーは定期的に帰ってきてるしな。でも、ボスはね、あの、無線にも入らずにこっそりお忍びカジノ行って。100年後でも行けるだろ、それは。ボスって言ったら、撃ち殺されて。なんで。そういう、いつもそういう感じなんだ、いつも。で、そのまま、こう、また眠りに入るからね。会いたくないんじゃない。そんなわけあるわ。やばいやばい、飲んでるおった。今のところね、うち飲んでる二人抱えてます。よろしくお願いします。遠くなってないぞ、アイリスは。会いたくないんだ。そういうこと。やっぱ成長見守りたいんじゃないか。照れ隠しなんだよね。照れ隠しなんだよね。あれはもうボスなりの愛だと思うからな。照れ隠し。うん、それかもう衛星もついてないから一旦絡まれたらめんどくせえんだよね。飲んでる3人に増えたら絶対そっちだよ。増えたよ3人に。いや、でも俺
前のとこのボスと雪合戦して遊んだぞ。オルガも昨日なわざと警察署に来てくれて100年後の様子を教えてくれた。あらあら、それで呼んでよ。いやー、いやー、俺も警察の学校して行くから。なんでだよ。好感度足りないんじゃない？やばいって。パティエグいな。スタークのモンディとの感度は、うん、今のところ普通だな。辛口すぎる。恋愛シミュレーションゲームじゃない。そうそう、あの親友ポジションの効果を教えてくれるやつ。パティ連れてきたら全体的にやんわりするかなと思ったら、なんか辛口評論家みたいな。間違い、一番口調きついぞパティ。エスだけなの？そういう感じなのは、そのなんか照れ隠しみたいな動きは。照れ隠し？うん、いや、そんだからあって殺されたんでしょ、黙って。みんな殺されてるよボスに。うちのメンバーはみんな殺されてる。クマシーンじゃねえか。でもそういう愛情表現なんだ。そういう愛情表現なんだ。暴力的な愛情表現するのか。暴力的な愛情表現か。ほぼ DV やね。そうだね。そうなってくるよね。ほぼ DV。歪んだりだな。ほぼ DV ではあるか、今のところ。でもそれで喜んでるんだったらいいんじゃない？モンディの歪んだ IFA 待ってます。殺されて、やったって、殺してもらったって。お前らもおかしいんだ。じゃあ洗脳されてるよ、みんな。洗脳されてるわ。おかしいやつしかいない。協調済みだな。スターク M ダークネスよ。そうだよ。 M になってるよ、みんな。ちょっとあの、心のお手洗い行ってきます。はい、はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ジョーカーちょっとさ、なんか魚になるようなお話をくれよ。確か面白い話欲しい。魚になるような。ああ、つまみ。そうそう、なんかおもろい話欲しいな。なんかこれよ、あの滑らない話やるか。じゃあここで、ハードルいく。警察署滑らない話やるか。じゃあちょっとルーレット用意するわ。じゃあな。最悪だよ。動画にするな。いや、しないしない、これはしない。だって飲んでるし無理よ。できないできない。だいぶ動画まずいな、一旦これ。うん、だいぶ動画まずい。いや、俺はだって衛星閉じてから入るか迷ったもん。滑らない話とかないよ。滑らない話とかない。衛星閉じてないって言えないような話しかない。コラージュ。俺衛星外だから、ぶっぱしていいよな、俺これ衛星外だから。2023年のコンプライアンスではまともに受け切れない話。もうまともにここで話せないで、ぶっぱしてやる。衛星ついてる人いるから。ぶっぱしてやる。絶対無理。してやる。知らねえよ、もう。絶対無理、喋れる内容ないよ。考えつく限り全部喋れないもん。じゃあギリギリのライン行こう。ギリギリでもないけど大丈夫なライン行こう。じゃあ。あー、ギリギリのラインか。そう、まだギリギリ。俺が10代の頃に、そうだな、俺すごい勉強嫌いだったのね、はいはい、本当に勉強嫌いだったんだけれども、うん、初めて国家資格とかを取るためにめちゃめちゃ本気で勉強した、まあ、要因というか、なんというか、その当時の彼女がいて、あ、食わせてやるために国家資格取らなきゃなみたいな。で、まあ、あの勉強したけどめっちゃなんか何の反応もなかったから続けた。でよ、でよ、で、まあ、すごく勉強したわけですよ。ね。で、ある日、電話来たの。なら、結婚しようと思う、みたいな。いやいやいや、まだ早い、俺だって18だし、みたいな。ちょっと先がちょっと読めちゃったな。本当ね。まだ18だし、早いよ、みたいな。そしたら、うん、あなたとじゃなくて、って。え、待って、付き合ってたんだよね、だって。そうだよ、そうだよ。そうだよ。二股。別に俺の妄想とかじゃねえよ。付き合ってたよ。うん。苦しいな。そう、びっくりせん。それ、滑らない話か。いやいや、まあ、そのさ、まだわかるじゃん。他に好きな人ができてとかだったらまだ。とか、二股してんのを目撃したとか、まあ、バレたとかだったらまだわかるよ。結婚してくんだぜ。ある。結婚だよ。そこまで進んでる状態まで俺わかんなかったのもおもろいし。ハンさん、ハンさん、それギリギリの。ちょっと待って、滑らない話っていう体で話し始めたのに、今全部終わった後にシーンとなってたのが答えやろ。まだまだ、まだ。ハンさん、それ、滑らない話が、それがギリギリのラインなんですか？これがギリギリのラインなんだ。だとしたら俺喋れる内容ないっすよ。それで、線引き見てみたけど。俺ギリギリだったら俺喋れないっすよ。俺の同級生が家庭崩壊を招いた話とかいっぱいあるけど、別にそういうのは話せない、俺もね。お前らだけそのままペースめっちゃ早い、もう3本目。警察はさ、なんでこんなに人少ないの？俺も3本目だけ。いや、だってさ、ちょっと前までさ、18人とかザラやったやん、正直。
え、でもだって10人以上さ、向こうの15人ぐらい向こうの世界行ってるからな、うん、そんなに15人も警察だけで、うん、妥当妥当だから逆にほんま、いやでもまあ仕方ないよ、だってさ、どう考えてもさ、そうなりそうだったもん、そうだそうだ、まあそれはそう、だから、だからこの状態もしょうがないって、うん、しょうがないわ、しょうがない、だってその、小沢は衛星ついてると話せないようなやつしかないの、ない、お前帰れよ、じゃあ滑らない話でしょ、いや、滑らないしなくていい、なんかもう、なんでもいい、なん、じゃあ僕と夢の中の嫁の出会いの話でもします、ね、うん、あー、いいや、いいや、そういうの、いいや、いいや、いいや、そういうの、それよ、そういうの、そういうの、まあでも、出会いなんて、あれですよ、うんうん、そんななんかもう難しいもんじゃなくて、僕、専門学校行ってたんですよ、あの、うん、車の専門学校、ああ、ああ、ああ、あの、なんか、うん、日設自動車整備専門学校っていうんですけど、言うな、お前、お前に行ってたんですけど、そこで、まあ、整備士の学校行きながらバイトをしようと思って、まあ、パチンコ屋でバイトしてたんですよね、で、まあ、夜中もちょっとバイトしたいなみたいになって、で、カラオケ屋でもバイトしようと思って、カラオケ屋でバイトした時にいたのが今の嫁です。おお、普通だな、普通だな。どういう風に話しかけたの、どっちから、まあ、そこそこ最初は、なんか、最初はね、なんか年上なんですよ、4つ上で、あ、もう一つ大事な話だ、僕より、2人な、もう僕より4つ上で、僕は当時18か19ぐらいで、当時23ぐらいかな、嫁が、うん、で、そっからというもの、まあ今の嫁が当時、従業員みんなにアイスを買ってきたよって、うん、そしたら、なんか僕にだけ伝え忘れたからって言って LINE してきたんですよね、うん、そっから LINE が続いて、いつの間にか、なんだろうな、エッチして付き合ってました。お前、お前ちょっと待って、なんで急に、おい、おい、いつの間にか衛星ついてるんだ、これがギリギリでしょ、これがギリギリでしょ、ギリギリじゃない、ギリギリじゃない、アウトやね、アウトだ、ぼかせ、ぼかせ頼むから、だからギリギリを狙ったらそうなっちゃうじゃないですか、最悪だ、終わってる、むずだ、ギリギリだと思ったんすよ、でも言わなくてよかったもんな、その人いつの間にか結婚してます、付き合って結婚してましたらよかったんだよな、最後一言いらんかったら、終わってる、終わってるということだけは、だから気をつけましょう、これみんな順番で話すけど、次じゃあゆうちゃさんかな、お前だけだよ、こんなことやるのは次ゆうちゃさんかな、何話せばいいんだよ、いやだからなんかじゃあ旦那さんとの出会い夢の旦那の出会い、はい、普通に職場の同期やね。あ、そうなんだ。うん。そっからどうやって恋愛に発展したんすか。気になるな。どこまで話すのこれ。話しちゃいけないとこは話さないでくれ。うん。あと小沢にテロ罪だけつけといてくれ。衛星テロ罪500万だからな。イベントテロ罪で切ってくださいじゃあ。イベントテロ罪で切っていいのか。お前それ1億だぞ。あ、もう僕らもええやつよ。衛星テロ罪500万。いや、この回線切ろう。オッケー、了解、切るわ、じゃあ2人で2500万。じゃあ今起きてる警察で分けてください、上がりは。了解、じゃあ後で分けとくわ。1億切ってください、じゃあ上がりって言うな、あと上がり、そう、お前のポンだから、上がりじゃねえから上がりではないね。鉄板ネタストーカーの話でしょって言われたけど、ハイライトともう喋ったもんな、それは。え、ストーカーの話とかんだ、いいな。別に俺しか知らんから、俺しか知らんからすればいいじゃん。これでも長くない、ちょっとギュッてすればいいやん。ギュッとしてほしい。第1章からじゃあどうぞ。第1章からスタートするとね、第3章ぐらいまでは平気になるよね。まあ、10万、100万、1000万、1億、本当に1億切られた、熱っ。熱っ。なんで喜んでるの?1億払ったぜ、俺。もし、もう、いやー、どうしようかな、でも。イマジナリーオルカと会話させろよ、お前の。ああ、俺の、ああ、じゃあ、俺がイマジナリーオルカで回答してるよ。なんか、聞きたい、聞きたいこと。俺に、うん、イマジナリーオルカで。イマジナリーオルカ、なんで警察になろうと思ったんだ?うん、オルカな、汚い金はな、あんまりな、市民に流すのとかな、なんか良くないと思うんだ。だからな、綺麗な金でな、買い物とかしたいから警察になったんだ。多分、相当浅いと思う。多分だけど。オルカ先輩です。この人にもイベントテロ罪切ろう。
まあまあ大丈夫、イマジナリーオルカはまだ許せる範疇だ。オルカがイマジナリー班がいるもんな、確かな。うん、いるいる、気のつく。オルカ今好きな人いるの？オルカな、そういうのな、よくわかんないんだ。いいそうイマジナリー班は。これはでも、ね、言ってたんだよね。言ってた、言ってた、言った、うん、オルカが言う前に俺がイマジナリーで言ってた、ね、イマジナリー班。そうだな、ミコだな。ってミコだ、何の話すんな。俺は話すことなんかないぞ。ミコダは今話さなくていい。エスタークも、もっと潰してから喋らせようとして。いや違う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 。俺衛星つけてるからやだ。やだ。全然ちゃんとやだ。あ、俺ちょっとあれだわ。いつでも音声を切れるようにしとくわ。今いつでも切れるようにしてる。じゃあ気をつけるんだ。本当に。じゃあジョーカーは、ジョーカー。いや、俺も結構エグいやつしかないぞ、普通に。だからそれはエグいのをマイルドに話すんですよ。エグいやつはいっぱい違うよ、違う。エグいやつはみんないっぱいあんの。エグくないやつをちょうだいって言ってんの。でも俺、エグくないやつ喋った、ハンさん。タイトルだけ言うとね、取られたけど大丈夫だよ。いや、もう、やだ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 。じゃあ、やってみようか。でも、正解だったら言うじゃん。大されちゃうよ。俺が振るわ、じゃあ俺が振るよ。そうだな、はい、お前が振るよ。うん、分かった。じゃあパティうん、パティ何、じゃあパティの、なんだろう、旦那、将来の旦那さんに求める条件とか、うん、そういうのでいいんじゃないか。いいな、ほら、そういうの。いいね、いいね。そういうカジュアルなやつがいいね。何番、うん、お金持ちで強くて、うん、かっこいい人がいい。ああ、じゃあ、小沢以外いたな。小沢以外いたな。今、1億切られたからな。今、お金もなくて、弱くて、かっこ悪いってこと？むず。何番出た？まあ、一のボスだよ。一旦モンディだな、確かに。そうだな。あれだよな、その、強いもいろいろ種類あるしな、その、な。酒に強いもあるからな。いろんな強いがあるからな。うちのボス、酒にも強いからな。でもさ、あれでしょ、モンモンの話してるでしょ、今。モンモンパティ、頼むから本人の前でそれすんだよな。もう言ったの。言ったらね、殴られたの。そう。一回ダンサーされてた。ちなみに、世界だった、パティは。マジでビビったからね。褒めたもんな。モンモンって言ってみよう、うちのボスのこと。しかも、その後パティ、気難しい人だねとか言ってて。パティやめろって思って。じゃあ次、伊坂。伊坂。じゃあ、恋人の、伊坂さんの恋人の、ふとした瞬間、そんな、あ、これ可愛いなって思う、なんか、そういう仕草とか、そういうタイミングとか、なんかあるじゃんか。うわ、もう、めっちゃセンスいいな、俺、質問が。え、恋人、誰なの？あ、キャシーって、うちの副所長っすね。会ったことないよ。どんな人なの？なんか二人だけの時に見せてくれる顔がちょっと、うわぁ、なるほどね、なるほどね、ガチなやつだ、ガチだ。見方変わるんですよ。なんか気分悪くなってきた。なんか酒がまずくなってきたわ。もうあいつにめちゃくちゃ鼻押収されてんだよな、ムカついてきたな、ほんと発達は。じゃあ次誰に振る？女の子からしたらポイント高いぞみたいな行動を教えてあげたら、大阪それをやる。あ、やるんだ。いやでもなんか、スッて気使える人いいよね、なんか。な、難しいな、漠然とする。それはさ、違う、逆で、その、アイリスで。お前喋ってくれ。アイリスで、そういうとこ、こいつのそういうとこいいよな、みたいな感じのやつ欲しい。お前に聞いてくれんだよ。なんか、私がちょっと言いたいことあって、あーってなったけど、ちょっと含んだときに、いや、言いたいことあるな、ちゃんと言った方がいいよ、みたいなことするでやすって。ハンさんやん、それ。それ俺やね。そうやね。そうか。いや、ハンさん、そういうとこある。実際にあったんだよね、そう。ハンさん、だって、この間さ、全然ここにいない人の名前出すのまずいだろうからさ、別の時もあったもん。ハンさん、優しいと思ったもん。いや、それと言うと喋ってる。もういいや。あいまいに小沢入ることで、なんか、もういい。乱されるな。だから、そういうなんか、ちょっと、スッて気使えるのいいよね。そうなんだよね、そうなんだよね。
アンさんやっぱかっけえ。大好きだよーとか言ってんの、はい、ちょっと違う。終わってるか一旦俺は。うん、これなるほどね。あのうちのいつもの無線やね。この会話うちのいつもの無線やね。えじゃあそうや、ね、じゃあエスタークさんにもなんか用意を。まあそうそうこういう感じ。エスタークじゃあエスタークせっかくだから、はい、じゃあエスタークのオルカのここがいい。ここが偉い、ここが素晴らしい。いや、エスタークだからだね、それは。やっぱ明るいのは。エスタークエスタークいるか。あ、ごめん、どうぞ閉まってた。終わり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 だな、やばいやばい。分かった。じゃあ、代わりに答えとか。え、あーな、え、オルカはな、ミキとか最近頑張ってるからな、偉いと思うぞ。あ、そう、ほんと偉いと思うね。偉いとかね。はい、次。超一って言いようじゃないか。おー、そうだよな、頑張ってるからな。偉いな、努力もしてるからな、偉いよな。はい、次。じゃあ、オルカは逆にその警察メンバーに言おう、警察メンバーに。なんだ？なんか名前を言わずにこの人の、うん、この人のっていうか あそこあの人のあそこいいよなみたいな。いやもうなオルカこれなエピあるぞ。名前もレンレンレン。あいつすげえんだよ。あいつ最近さ、レンさもともとさ2枚目志向だったのが最近どんどん3枚目になっちゃってんだけどさ。3枚目になってる。そう、ちょっと路線変更してんだけど、あいつのすげえとこはな、例えばさそこら辺にさ市民がこあのさダウンしてほっぺらかったバイクがあったとするだろ。うん、まあ見つけたら警察だから端に寄せたりはするんだよ、うん、あれその時にガソリンなかったらガソリンも入れとくからな、うん、優しい。えらーそうだよ、レンしか勝たん。俺も入れるけどな。なんなんだよお前は。じゃあさ俺がさ南署のさインパウンド場によくさあの放置してから帰るやつはそれをガソリン入れてくれてる。いつも。いやあれは邪魔だから放置だよ。南署のインパウンドと放置して帰ってるのに、空港のインパウンドに放置してるやつは邪魔だからほったらかい。それ俺やね、どっちも。どっちも俺やね。俺もあれだぞ、あの笑い方好きだぞ、つられ笑いされやすいよな。あでもよく笑う人っていいっすよね。あよく笑う人、いいよな。うん、じゃあちょっと次ジョーカーかな。何なんか苦しそう苦しいよ苦しいよ。こんなに人数いるのに振る相手が少ねえんだもん。ジョーカーの組織内の、じゃあジョーカーの誰とは言わない、うん、いいとこあるよなみたいな。あじゃあ誰とは言わない組織内のこいつのここいいよな、うん、ここいいよな。誰とは言うとダメだよ。うん、まあそうだな、まあやっぱよくモノマネするやつかまず言った。ああそうだな、まあムードメーカーではあるな。まあやっぱ組織はね、やっぱそのムードメーカー大事だね、特にね。確かに確かに、雰囲気作りね、うんうん、まあそうだな、うん、まあたまにやっぱ葬式なるしな、だいぶ。どうなんだろう、うん、そうか、まあなんかあんまり無線いなくてわかんねえよ俺。お前無線入れよ。終わってます。お前反応ない時無線いないもんな、基本的に。いないいない。お前入れマジ、抜け回すとかもなくいないもんな。そう、いないし、大体こちらやってる時無線抜けてるもんな、お前。最近はでもね、最近はでもちゃんとこっち反してくるって言うから、あ抜けるんだなっていうの分かるよ、うん、無線のね、パチパチとか元気になるよね。大事だよな、うん、パティはいいよな。あでもたまに誰とは言えないけど、無線うるせえ時イラってくる時あるたまに。いや違う、あのいいところの話してるから大丈夫です。じゃあ、はい、じゃあ次行きまーす。ね、ほら、ほらもう現地元気とかね、可愛いじゃん。パティはさ、ね、パティパティはアイリスのどんなとこが好きなんだ。強いとこ。確かに強いな、アイリス。さっきの条件入ってるもんね。単純明快ではあるな、いっちゃん。みんな強いよ、いっちゃん。なんかな、作戦すごいもんな、アイリスはな。な、そこが好きなのかな。でも強いで言ったら実際どこも強いんじゃないかな、わかんねえけど。得意現場があるよな、おのおのきっと。え、あるんだ。警察から見てこいつらのここ強いみたいな気になる。いやそれはちょっと言っていいかわかんないけど。え、やりやすい。じゃあアイリスだったらいいんじゃないか。じゃあ、アイリスはユニオンだろ。もうアイリスユニオンって。ユニオンか。アイリスユニオンなんだ。ユニオン成功率高いね、確かに、うんうん、あそうなんだ、まあ、ほとんど負けなくはあるか一旦。いやでも しんどいぞユニオン。でも最初はそれこそめっちゃ失敗してたけどね、本当に。でも結局うちのユニオンの作品アドミゲス班だからな。
まあな、強い。逃走でね。間違いなく強いよ。逃走もそうだし、勇気も強い。それこそ最初めっちゃ悔しかったもんな。なんかもうちょっというところで何回も捕まってたからね。そう、めちゃくちゃ悔しかったよ。最初の方さ、俺たち全部の大型ハンドガンで行ってたからさ。あ、そうだね。もう。そうなんだ。あの、捕まって武器持ってねえからって反応感で言ってた。あの、環境が、環境が今とそもそも違ったってのもあるけど。まあね、そう。これもハンドガンでやってる。意味わかんない、ダウンして、なんか、ね、懐かしいわ、本当に、あの時が。そうなぁ。懐かしいね。ハンドガンで捕まって言ってたんだ。ヘビーピストルで言ってた、みんなで。俺とナーフィーとゲスしかいなかった時代、その後、オザが入ってきての時代だな。そのゴンと俺がハンドガンでずっとサーマルやってるもん最近も。いやすげえよ。いいだろ別に。あ確かに前会った時ハンドガンで来た。いやあれがね、点がついてた時代はあれだったけど、ない時難しいやんだってあのハンドガン。難しい。心の目エイムやって心の目エイム。心の目エイム大事よ。心の目エイム。心だけの処理は心の目。心の目まあ。そうな。あるパシフィックはここが圧倒的に強いとかいろいろあるよ。そこはギャングによって。あ、パシラもアンブレラじゃない。アンブレラのイメージだな。うん。確かに。まあ、一番やってるしな。まあな。うんうん、とかいろいろあるよ。ここはそこが強いわ。てか、カジノどうよ、なんか、そのね、前の話したけどさ、俺。まあなんだかんだその数やってここら辺がちょうどいいよねって落としどころになってくるけど、そこはちょっと難しい話なので酔ってない時にしましょうね。はーい。じゃあパンティパティじゃないのか。好きです。え、今日70日目って言ってたの。72だぜ。うん、72か。オルガの下はヒノラン、トト、リコ。バブカーこの上にいます。この上オーナー、エスタグです。おお、ヒノラン、エスタグです。頭の位置は長いけど今飲み会やってますよ、みんなで。飲み会、飲み会やってます、みんなで。おお、リコはボイラと一緒。出た。待って、新しいの来たってるよ。うわ、やばい。おお、あなたの方は誰が鍵開けた。誰が出た。おー、S もいるから来れば。おお、今日は何だ。あれ、鍵閉めてきてる。今日は飲み会です。レク出勤しろ。飲み会。飲み会にいますみたいな。おお、どうやって入った。一応いるから。まるでい。どうやって入れたのこれ。おお、と入ったとこ入れてくれよ。あ、おはよう。あ、鍵開いてた。開いてたよ。え、マジで閉めてくるわ。あれ、閉め忘れてましたかね、これ。何時代見てくる。あれ、今日警察はいないの。いないでーす。全然いないですよ。え、やばい、今この場所に。まあ、マクさんだし。ミコだ。なんだ、お前。いや、やめてよ。ミコだ。ああ。なんか、こんな大人数になると思ってなかったぜ。なんでか、違うのさ、大盛り上がりだから。お前、自分が付き合えたからで一人で付き合えた。終わってんだ、マジで。ちょっと、俺だから、迎えに行ってくるわ、一人。いやだ、俺も乗せてよ。いや、別にけど。いいよ。行こう行こう行こう。あれ、警察はどうしちゃったの、これ。休暇です。休暇です。いつまで遊んでんの。おはよう。ここだぞ、今は。ほっとする。こいつ、こいつもう役に立たないぞ、今日。ベロベロだ。ベロベロじゃない。ベストゼロだろ。ベストゼロは飲んではいるわな。ベストゼロじゃな、だけじゃないだろ、お前。隅のふも飲んだ。そうだろ。あ、本物だ。本物って言うんだよね、テーパーのさ、見た瞬間に。偽物いねえし、偽物がいっぱいいるみたいな。偽物いっぱいいるからさ。いっぱいはいねえよ。数名だよ。生きてるって感じ。おお、魔法、おはようだね。おはよう、パパ。おはようございます。おはようね。ちょっと待って、待って、今、魔法ちゃん何ジョカのことパパって呼んだ、今。嘘だろ。パパやぞ、俺は。パパ活パパ。誰がパパ活や。パパ活の魔法。パパ。パパ活の魔法って続けると、ちょっと意味変わってきちゃって。パパ。可愛い娘なんだ。一旦玉抜けします。酔っ払いパンチ。いいなぁ。パパか。
ジョーカーはなんだかんだ言う。やばすぎ。とこいつが酔っ払い人たちなみに言うと、うん、オッケー、やばいと思ったら、やばいと思ったら、すぐ耳塞ぐかどっか行くかの二択だ。じゃあ俺ジョーカー編成の話聞いたわ。それであとは自由にしてくれ。そうっすよ、だってなんか俺なんて全然っすよ。どこ座ればいいんだこれ。あれでしょ、ミコ、スミちゃんでしょ。あ、一回さ、それの落とし前つけようぜ。いや、落とし前、俺も落とし前つけられてんだよ、俺も。ミコだお前、出ろよ、もう。ミコだ。え、付き合ってんの二人とも、やばくない。ミコだ。Sにはオルカ先輩いるだろ。ミコだ。なんだよ。ミコだ。なんだ。呼んだだけ。キーボー。スイッチしないでもらって。ビューン。あ、クソ、今警察じゃねえからトグルオフ出ねえ。ミコだ。ミコさん、ミコださん。やめて、ミコだ。ミコださん。クリスマスによって絶対ないマンですよね。ないよ。その人には配ってるものがありまして。いやでも別に悪いやつじゃないから。ミコだ、クリスマスどこ行く？はい、これあげるね。そう、物もらってるから打ちにくいけど腹立つからやっぱ。なんで言ったの？よーし、ナイスワンキル。エモシも元警察じゃん。また警察も。ミコだ、眠いだろお前。あ、いや俺はもう冷めてきたぞ。今警察の事務係になったけど。冷めた。落ちないと思うけど俺。俺冷めてきたぞ。手錠貸してくれ。お前すぐ手錠して今拉致。いや、ダメだ、お前は帰るときに言うこと。いや、なんかその、やっぱ上のその言ってたのは、中華民法をなんか広めるって言ったのか、あいつ。そんなやつだったのか、あいつ。眠たくなってきたの。そんなやばいやつだったのか。だいぶ、だいぶブレてるけど大丈夫そうか。全くそう。じゃあほら、皇帝と同じようなもんだな。いろいろ変わりますよ。死が帰るときも帰る。アンブレラ、おんぶしといてあげるから。そのアンブレラに入る予定だったからね、俺まず。そうなの。ミコだ。ハンクに犯罪を教えてもらって、俺ミコだね。その下行った下積みでアンブレラ入る予定だったんだけど、そこからすぐに入れなくて、うちこっちに来てるからもう入るって。ミコだったらいると頼む。なんか。あ、俺が入った時結構新しめだったからさ。私は悪いけどいいやつ。でもね、そろそろね、オールインのみんなと話したい気分ではあった。言ってた。いや、だから僕が入った時は山本さんとゴンも。みんなと話すの楽しいけど、やっぱり。オールインで俺はゴンもだって、あいつ自分で言ったけど、みんなと話したいなって。オールインで最初に出た時30分くらい水沈んでたからな。あの、今バチバチのみんなのとこ行こうかな。どこ行く？意味わかんない、ダウして水の中沈んでた。最近ね、オリンが楽しいからさ。俺も一回死んだわ。ああ、いや、マジでね、俺がやったことなかったから、マジ分かんなかったね。なんかもう別にね、初めてみんなやってたから、もう何がなんだか全然分からんで。これ、真帆ちゃんとエスターがどうなってんの、これ。あんま気にしなくていいやつだ、多分これは。付き合ってる。付き合ってんの。これ、まだ警察は出勤とかしなくて大丈夫なのか。あ、ミコだ、ドア開けて。ぼちぼち集まってきた？これ酔っ払い生徒会。いや全然、今いるメンバーで全部だよ。酔っ払ってない。終わってる。頑張れ。酔っ払いだろ。終わってはいる。あ、やばい、落とした。まだ飲めるもん。いや、ダメだよ。いや、ダメだ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 。え、ねえ、シーカマウント取っていい？何？これ昨日モンディと雪合戦して遊んだ。やめなさい、人に暴力振るのは。ミコだ、大丈夫？痛い。ねえ、ミコだのこと殴んないで。いや、どっち？ミコダのこと殴っちゃダメだよ。あ、間違えた。てか、エスに手錠返すね。ちょっと、だるいだるい。ありがとう。俺も手錠だって。外して。じゃあ、エス、はい、手錠。ありがとう。お前、まだ名前トイレなのかい？トイレ。ありがとうねー。